球界を代表するような投手になっていきたいです。育成3位ルーキーの木村光投手は最速150キロのストレートと多彩な変化球が武器。ウエスタンリーグで15試合に登板、防御率 3.14、 1勝4敗の成績を残し、支配下選手契約を勝ち取りました。安定しているところだと思います。試合をしっかり作れるっていうところが自分のアピールポイントで、先発っていうところを目指してチームの勝利に貢献できるように、一日でも早く一軍に上がって、ホークスを優勝に導けるように、頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。相性はキム兄とかキム J とか呼ばれてるんで、まあ好きなように呼んでいただいて、はい、ちょっとインパクトあったらいいなと思ってます。はい。